ございます。釣り子 TV です。これね、ランブルフィッシュテール、ダヴィンチにオプションパーツで出たこのランブルフィッシュテールをつけて、ちょっとねシーバス狙ってみたいなと思って釣りに行ったところね、早速大きな魚が釣れまして、まずはそちらをご覧ください。腹太いっすね。やっと、あー来た、やっと来たのにバラしたダヴィンチ来ましたよ、原さん。あ、本当ですか。ちょっとダヴィンチチャンスなのかなと。夜はよく釣ってんすけど、あ、食った。昼間全然、あ、ダヴィンチすげえ食うな。ここちょっとビッグベイトチャンスかもしれないです、原さん。ダヴィンチに2頭連続食ってきた。うわ、すげえ追ってくる。これランブルフィッシュ。のイメージで作ったなんかでっかいルアー。なんだろう、いやだから食ってんのはイワシとコノシロだから、形なんかどうでもよくて、そのイワシかコノシロみたいな。動きが出せた瞬間に多分パクってくで、2人が投げてるのは今どちらかっていうとイワシ、さっき吐き出したイワシが逃げてるよっていうのをイメージして投げてて、で俺のはなんかもうちょっと大きい、なんか30センチぐらいのコノシロって餌がいて、それをターゲットにしてるスズキを狙ってる感じで。おっしゃ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 、来た来た来た。もうね、そのルアーなくせないね。ちょっと思い出のルアーですよねえ。いちいちで多分歯型でボロボロになってる。多分原さんの後で最後に、おお食ったか。あ、大きい、大きいっすかね。来た来た、いやー、でもちょっとこれは間に合うかな。原さん、ケイ、おっしゃー、来ました。はい、釣れましたね。大きなテールに変えたら大きな魚釣れましたよ。まだね、ようやく1匹目なんで、この後ねでかいの釣れるように頑張ってみたいと思います。じゃあね、ちょっとサイズだけババッと。これ80あるの？ある。80。ある。え、80あんの？ね、あるね。船長80あったわ。ありがとうございます。80センチいただきました。ありがとうございます。船長のやりましたもいただきました。このテールで初めての魚ね、いきなりこんな80シーバス。いただきました。じゃあね、こいつは逃げてもらいたいと思います。よし、こんな感じでね、このテール効果がどうなのか引き続きいろいろ投げてやっていきたいと思います。ありがとうございます。はい、というわけでね、千葉県の誠丸に乗ってきましたよ。この時期ね、ランカー便っていうことで大きな魚が狙えるんじゃないかなと思っていてですね、でこれどうかなと思って投げてみたら、幸先よくですね80センチが釣れてくれて、結局ね、船中で最大魚も動画の80センチが一番大きかったよ。その他にもね70センチとかもいくつか釣れたんですけども、このね
ランブルフィッシュテールどうなのかなと思ってね使ってみたらね早速釣れてくれたんで、色はねこのブラックカラーなんですけども、これねブラックカラーすごい綺麗なんですけども、フックサークルとかで色が剥げてくるとなんとね下地にはこのキラキラしたね色が隠れていて、それでもってまあこのチラッチラッという感じがね非常に綺麗なんじゃないかな。でねテールはね赤色選んでみてこのテールでやってみてるんですけども、使ってみた感じね動きが通常のものとだいぶ変わるなという印象があったんで、ちょっとね動きのところもですね動画で撮ってきたので、見てみてください。結構普通の何でもないダヴィンチはもうドリルみたいにダリ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 って動くのがちょっとふわ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 って感じになってるかな。トラップね、こんな感じで動きを取ってきたんですけども、ちょっとね抵抗のあるテールをつけることによってこのダヴィンチ特有のツイストロールってねこうツイストするようにねすごい速さで明滅しながらこう進んでくるダヴィンチ特有のアクションがあるんですけども、この抵抗板のようなテールがつくことによってそのツイストロールがまあもちろん綺麗にツイストロールするんですけども、幾分かピッチが緩やかになるんですよね。へえ、あそうかと思ってね改めてねゆっくり動き見てみたら、でこれが追従してビランビランって後ろの方になんか水流みたいなのは出してたんですけども、何にしてもねハイピッチな動きじゃなくてちょっとゆったりめな優雅な動きね、これを出したい時にこのオプションパーツをつけると幾分かねちょっとねこのロールの振り幅、あとだからキラキラの出る具合とかが変わってくるのかなということで、でまあこんな感じのねテールなんでどうですかね、飛距離に関してはうまいこと投げるとね全然差は感じなかったんですけども、たまに投げた姿勢によってこうこんな感じでね飛んでいくときにちょっとね空気抵抗になるかなどうかなっていう感じなんですけども、このルアー自体がねそれなりに重さのあるルアーなので、あ格段に飛距離が落ちたなとかそういったことはね感じませんでした。で何にしろね夜は結構釣ったことあったんですけど、昼間自分まだあんまりダヴィンチで釣ったことなくて、で動きが見たいなどうなのかななんていう感じでね投げていたらゴンと食ってね、でそれが戦中最大魚だったっていうことで、またねもうだいぶねこの白好きから今イワシを食べるパターンにね、魚の状況を12月の後半で変わってきていて、どちらかっていうとビッグベイトより例えばルドラーですとか、あとバリソンミノーとかですね、あとは、80マグナムとか、ああいったちょっと細身のシルエットのミノーが、優勢になってくるんですけども、そんな中でもねこのダヴィンチ結構ビッグベイトなんだけど比較的控えめなね、ジョインテッドクローマグナムみたいな感じでダンふわーふわーギラッっていうね、なんていうんですかね、大きなアピールっていうよりは結構ね見た目よりなんていうんですかね、こう軽やかに細く動くツイストロールっていう感じなんで、まだまだねイワシ食いになってもこのダヴィンチ有効なんだなーなんていうのは感じました。非常にね追いが良くて、で
ヒットはね 3,4 回ヒットして食いついてくれたんですけども、まあちょっとバラしちゃったりしてね、当たりは結構あったんですけども、あげたのは動画の1匹だけ。ただね、非常にブリブリの大きな個体が釣れてくれたよっていうことで、まあちょっとタイミングがあったらね、まあ今年はもうこれが最後かもしれないんですけども、チャンスでですね、せっかくこれ、手に入れたんで、ブラックバスとかシーバスとかね、結構まあいろんな魚に効くルアーなんだなっていうのは非常に感じますので、自分まだねこれブラックバス釣ってないんで、ちょっとね年明けてから来年は、またブラックバスの釣り場ね、千葉県の房総リザーバーなんかでもまあ積極的にこのテール付きの状態で、投げ込んでみようかななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り子 TV はこちらのですね、エレメンツのダヴィンチ190のオプションパーツね、これランブルフィッシュテール、これをつけて投げてみたところ、80センチのランカーシーバスが釣れてって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。